こんにちは、松はいつも一人の松です。はい、今回はですね、緊急特番のラジオを今収録しております。昨日6日、カタラウスポラジというものを僕は投稿させていただいております。毎週金曜日にですね、1週間起きたスポーツのトピックス、まあ、移籍の話だったりとか、まあ、オリンピックだったりね、まあ、今だったら日本代表の話とか、まあ、NBA の話だったりとか、まあ、野球の話もそうなんですけれども、まあ、いろんな、スポーツの話を、話させていただいてるんですけれども、昨日投稿した、カタラウスポラジはですね、おととい5日の、夜に収録したもので、6日の朝だったりとか、まあ、6日に起きたことっていうことは基本的に話すことができないんですね。で、6日僕が朝起きて、まあ、仕事に行こうと、まあ準備しますよね。ご飯食べて、パッと携帯開いて、まあ、ツイッターを見るんですね。もう驚きのニュースが、飛び込んできておりまして、まあ、皆さんもうすでに知っている方も多いかと思われます。まあ、サッカーをね、普段も目にすることがない方だったりとか、まあ、そういった方も結構まあ驚いたんじゃないかなと思うんですけれども、リオネル・メッシ、バルセロナ対談が決定いたしました。昨年ですかね、メッシが、対談するのかしないのかみたいな、まあそれもすごいニュースになって、あのメッシがね、なかなか公の場でコメントを出さなかったっていうこともあったんですけれども、去年に関しては、まあ、契約を延長して1年間で、今年に入って、まあ、どうなるのかという形になっていたんですけれども、あのバルセロナの、公式の方が発表いたしまして、メッシの契約はできないと、まあ、経済上、あとはまあリーガの、まあ、規定のルールに、まあ、どうしても抵触してしまうと、まあ、その範囲内で、契約することができないということになってしまい、リオネル・メッシのバルセロナでの、まあ、キャリアが終了いたしました。もう本当にね、バルセロナのプレーサポーターの、方々からすると、まあ、その最後もうさよならだっていう形を分かった上で、メッシのプレー、メッシがバルセロナのユニフォームを着てプレーするっていう姿を見れない、これが多分一番ショックだと思うんですよ。まあ、対談もショックだと思うんですよ、もちろん。なんですけど、やっぱりこう今年で、バルセロナを去るとメッシが自ら発言して、で最後の試合、バルセロナの最後の試合をみんな、バルセロナのサポーター含め見送る、多分そういった形を取りたかったと思うんですね。まあ、なんですけれども、まあ、昨シーズンの、まあ、ルイス・スアレスもそうですけれども、もう本当に、まあ、こういった形で、サポーターの前で最後にバルセロナのユニフォームを着てプレーすることなく対談してしまうと、まあその、まあ、経緯につきましては、もともとそのバルセロナは負債が、まあ、とても多くて、まあ、前会長のバルトメウが、まあ、本当にもうやりすぎて、もう金を使って使って使いまくりすぎて、でそれの収益を見込んでたんですけれども、まあ、なかなか収益も上がらず、でコロナウイルスの状況もあって、もう完全に失態、もう本当にバルトメウは本当にやってしまったなと、もうそう言わざるを得ない、状況に、まあ、経済的にもなってしまい、まあ、リーガの、まあ、規定上、まあ、サラリーキャップがね、決まってるので、これぐらいの金額でっていうのが決まってるので、で今その超過分っていうものが、まあ、リオネル・メッシの、まあ、給与、まあ、全部、まあ、メッシの給与分がもしなくなったとしたら、まあ、なんとか大丈夫だと。で逆にそのメッシをもし残したい、契約したいってなった場合、まあ、選手を放出しなければならない。まあ、噂に出ていたのはコウチーニョとかデンベレとかグリズマンとか、まあムティティはね、まあ本人が出たがらないのでムティティだったりとか、まあ、この辺になるのかな、なんですけど、まあなかなか決まらなくて、まあ契約した時点でやっぱバルセロナがそれぞれの選手たちを相当な高額年俸で契約してるので、で選手たちはやっぱプライドがあって、その契約年俸に契約してるので、
で自分がねその例えば一石の市場のマーケットに出されてという形であったとしてもやっぱなかなか言及っていうのは多分受け入れないんですよね。やっぱプロの選手なのでってなってくるとやっぱりこうグリーズマンだったりとか、まあ、デンベレもそうですね、まあ、ウンチもそうですけれども、まあ、なかなかそのやっぱりその欲しがるクラブもやっぱある程度お金がやっぱ必要になってきますし、それだけの年俸を払わなあかんっていうリスクが出てくるんですよね。でここ最近やとやっぱコロナウイルスの状況もあってやっぱり皆さんどこのクラブもやっぱ獲得に乗り出すことがやっぱ難しい。まあグリーズマンだったりデンベレとかね、もちろんいい選手だと思いますよ。いい選手だと思いますし、あの使いようによっては間違いなくいい選手なので、まあ欲しいクラブもね、まあ年俸が安ければ多分欲しきって手を挙げるチームもあると思うんですけど、まあ難しいですよね正直ね。まあその状況下の中やっぱりどうしても整理ができなくって、でまあバルセロナがもうメッシをもう手放すしか方法がないってなってもお手上げ、まあ白旗を上げたという状況みたいなんです。でメッシが正直その今年の6月から無所属になってるので、また再契約バルセロナするってなると、まあ、新加入選手と同じ扱いで、まあ、いわゆるバルセロナと契約をすることになるので、またそこでのそのサラリーキャップの問題とかもあってやっぱできなかったと。まあ難しいですね。でまあそのメッシが、まあ、どこのチームに移籍するのかっていう、まあ、話にはなるんですけれども、まあ、多分パリ・サンジェルマンになるだろうと、まあ、言われてます。まあパリか、まあ、シティだろうなとは思ってます。まあ、給与を払えるならね。ただパリに関してはネイマールいて、ムバッペいて、でセルヒオ・ラモス取ったじゃないですか今年。でドンナルンマもいると、もう高級鳥がめちゃめちゃいるんですね。これやっていけるのっていう話なんですよ正直。無理じゃないですか多分ね。絶対まずパリもそうなんですけど、選手の放出がまず大優先じゃないとメッシも取れない。この状況で、まあ、もちろんメッシは欲しいと思いますよ。まあ、ムバッペがどうなるか分かんないですけど、まあ、メッシ、ネイマールでムバッペでディマリア、ベラッティ、マルキニオスでセルヒオ・ラモス、キンペンペ、まあ強いですよね。縦のラインはもう めちゃめちゃ強いですね。まあチャンピオンズリーグ間違いなく取れるんじゃないかっていうレベルの陣容になってはいるんですけど、まあ問題はサイドバックでしょうけどね。なんですけど、まあそれでもやっぱりこのメッシっていう高級、もう相当な年俸を払わなければならない選手を獲得するのであれば、やっぱそれなりの経済を回すだけの選手を放出しなければならない。まあそのパリ・サンジェルマン自体がどういったその政策というかね、補強を、まあ、してるのかっていうのはちょっとまあ結構いい選手はやっぱ取ってるのは間違いないのでいいと思うんですけど、ムバッペのねそのあれも確か移籍金だったりとか、なんか負債かなんかもまだ払い切れてないはずなんですよパリ確かね、間違ってなければ。まあだからパリはどうするか知らないですけれども、まあでもパリなんだと思います。ネイマールが必死に誘ってるみたいですし、実際この今こうラジオを今収録してる現時点でもパリなんじゃないかっていうニュースがもうほとんど高くなってきてるので、まあ、メッシ自身がねやっぱりまだヨーロッパで確かプレーしたいはずなんですよ。まあ、本人の希望はもちろんバルセロナ残留やったんですけど、まあ、それはまあ多分どうしても難しくなってしまったので、まあ、ほぼ 90% 難しいとなってしまったので、まあ、チャンピオンズ狙えるヨーロッパで、まあ、トップレベルのチームで自分の給与をしっかり払ってもらえるクラブってなってくるとやっぱりパリかなと。シティもねもちろん可能性はあったと思うんです。あったと思うんですけど、まあ、ジャック・グリーリッシュを154億円かなんかの高級というか、まあ、移籍金でね、取ったりしましたし、デブライネ、ベルナルド・シューバーと、まあ、結構な年俸をしっかり払ってる選手たちもいるので、まあ、ベルナルド・シューバーそんな高かったかな、
まあでも結構な年俸をね払ってる選手たちがいっぱいいるので、まあさらにそこでメッシを取るってなるとやっぱ整理をしなければならない。まあ、もしメッシがメッシを獲得するってなってくると、多分ホースコープは多分ガブリエル・ジェズスとか、あとはどこになってくるのかな、まあセンターバックかな。まあ、陣容はねいい選手いっぱいおるから放出するってなると悩むでしょうけど、まあ、下手したらベルナード・シューバとかもね放出してもおかしくないと思うので、まあだからそれだけの選手なんですけどメッシっていうのは。ただメッシを取るってことはやっぱそれだけの選手を出さなければならない。そのもちろんね僕からするとユナイテッドとか来てくれたら嬉しいですけど、まあ実際見たいですしね、見たいですけど現実的な問題考えて、まあ、無理ですし、まあユナイテッドの優先的なその補強のポジションはそこじゃないので、まあ難しいだろうなと。まあそのメッシがね、自身がまあどこに行きたいとか、まあ、そういった問題に基本的にはなってくると思うんですけど、やっぱりこのバルセロナのチームメイトであるピケだったりとかブスケツだったりね、まあ多くの現時点で、バルセロナに所属している選手たちがもうちょっとそういったコメントをもう出しているので、多分まあさよならだと思います。本当に、まあ、バルセロナのサポーターがねもう一番ショックでしょうし、どういった思いを持ってこのニュースを見ているのかわからないですけれども、メッシがまあどこに行くのか注目して、まあ、彼のプレーが続けられるだけでも、まあ、幸せだよと思って、この先のキャリアを見ていこうかなと僕は思っております。はい、今回はねこういった形でちょっと緊急的な、リオネル・メッシの、対談のニュースを取り上げさせていただいたんですけれども、まあ、この先ね多分いずれ、まあ、数日中かはわからないですけれども、まあ、メッシがどこに行くかはっていうのはいずれ決まることなので、決まった段階でねまたその話もカタラウスコラジの方でさせていただけると思うので、まあ、メッシのね話題は今こうして、まあ、メッシ級の選手なので、まあ、こういった形で今ラジオを撮りましたけれども、あの普段、毎週金曜日にカタラウスコラジの方も、いろんなニュース、まあ、スポーツのトピックスを基本的に扱って、まあ、サッカーを重点的に話させていただいているので、移籍の話題とかもね話させていただいているので、ぜひそちらの方も、ご覧聞きに来ていただけたら嬉しいです。はい、ということで、松の今回のそのリオネル・メッシ対談の緊急特番は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。